おはモーニン、どうもなつめぐです。どうもなるみです。副業したい。しなよ。ここで副業っていうか本業なんなんだってここで、どんぐりえへんを聞いてる、はい、皆さんに募集します。なつめぐの副業先。まずなつめぐさんの今できることについて、なんだと思う。僕も分かんないんだよな。それ俺も分かんないからさ、何もお勧めできないんですけど。ね、そうなのよ。うん、あのできないっていう、これはできない、あれはできないっていうのは、うん、すごい完璧にあげれる。うん、できること。できるはなんだろうな。あのね、人事は結構ちゃんとやってたから。新卒採用、中途採用、めっちゃ真面目にね、あの話すとか、そうそう、うん、回答すると、うん、なんかそっち系のはできると思う、うん、でこうやったらいいですよみたいなので、あんまりさ別にそんなたくさんのお金いらんので、うん、その代わり稼働時間もそんな少なくていいから、人事とかでさ、うん、業務委託とかでさ、うん、ちょっと来てこれ手伝ってみたいなのってあるの？実際あると思う。あるよ。ある、うん、ちょっと来てってよりもこれ手伝ってとか、あれかな、うん、あるのは今こうやって進めようとしてるけどどう思うっつって、ああそれミスるねみたいなのを、うんうん、こうやったらいいよ、こうやったらいいよっつって口だけ出すみたいなのはあるね。うーん、だからいろいろあると思うけど、 それを実際動く人もいるだろうし、うん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 、夏目さんが1時間来てくれたらいくらかかるの？そこはもう全然、東京都の最低賃金ぐらいなのかな。うーん、ちょっと東京都の最低賃金が分かんないけど800円とかなのかな。うん、800円じゃないと思うけど、東京都の最低賃金分かんないけどね。でも別に、じゃあ人事なんすか。うん、あとなんだろうね、あとなんだと思う、なんだろうね。うん、正直僕もリスナーさんも分かんないんすよ。分かんないよね。うん、副業したい。なんかしたい副業とかあんの？いやー、そんなすぐに言われても分かんないけど、なんだろう、したいっていうより、あのできることがそんなないからなでも正直その資料を作ったりとか自分で手動かす系はもう完全に無理だね、うん、もう無理、もう10年ぐらいやってないからもう絶対無理。なんかちょっと口出したい感じか。ちょっと口出したい感じだね。なんかそういうのあるといいけどな。ね、うん、募集しております。はい、どうやって、それどうやってさ応募すればいいの？その募集してる、募集なんでもいいですよ。別にツイッターに DM でもなんでも、うん、多分大体のは通知来るんじゃないかな、見えると思うんで、返してないだけで。今さ、カジュアル面談やるミーティーみたいなサービスあるじゃないですか。あー、使ったことないけど、あれをやればいいんだよ。夏目さんが、ほうほう、夏目さんと面談したい人、夏目さんに副業を試したい人募集みたいな感じでさ、はいはい、あれやればいいんじゃないかね。なるほどね。うん、僕あれでさ、うん、キャッチボール相手募集したんすよ。うん、3、4人来てそのうち1人でキャッチボールしましたからね。へえー、だから副業募集とかより普通に使うんじゃないの。なるほどね。うん、あれよ、知らん人とキャッチボールやるんじゃなくて、だから僕とキャッチボールはそうだ、ね、何知らん人でやってる。まあまあやろうやろう、そのうち夏目さん副業な、あれじゃないの、あの人事の経験生かしてさ、うん、面接の練習台になるとかどうなの。あー、それいいんじゃない。僕最近それお友達のやって、うん、お友達 Google 内定したよ。すごいじゃんそれ確実にその人普通に優秀だろ、もうそうあ、ただ、うん、でもね LINE 落ちてて、うん、でちょっとなんかそれ面接の仕方多分悪いから、うん、ちょっと面接調整してみようぜっつって面接の調整して、そしたら、うん、Google 買ってたよ。 LINE の採用また微妙なんだろうねなんか、いや、まあ、Google 行く人と違う人を求めてたんじゃない、うん、例えば行きたい会社、次受ける会社とさ、うん、まあその面接の練習台になったけどアドバイスフィードバックして、うん、いくらぐらいもらえるのね。5万とかもらえるのかね、分からんけど。いくら払うんだろうな。まあでもそういうのいいんじゃないのね。うん、そうだね。まあ確かにそれは比較的ちゃんとできそうな気がする。うん、そう、副業をやりたい。そうっすね、夏目ぐに副業な。
どうにか。うん。Twitter、DM でもいいですし。ただ、ふざけたの来ても完全に僕は無視します。じゃあ、まあ僕でも夏目さんでも副業してほしいっていう方いたら、どんぐりの DM に送ってください。うん。うん、何でもいいですね。何かしらしますので。何かしら、何かしらね。うん。どんぐり FM。最近さ、僕ちょっとだけハマってることがあって。お。これね、ノートの社長の加藤さんに教わったんだけど、うん、カーシェアめちゃめちゃ使ってんだよね。ほう、カレコ？カレコとかタイムズとかさ、その2つとも僕は会員になってんのよ。うん、で、2つのアプリを使って空いてる車に乗ってんだけど、うん、カーシェアが結構楽しくてさ。ほう。っていう、何が楽しいかっていうのも、これも加藤さんにめちゃめちゃプレゼンされて、すっかりハマっちゃったんだけど、なんか一日家でリモートワークとかしてるとさ、うん、まあ今夏でめちゃくちゃ暑いし、外とか出ないじゃん、あんま、うん。で、夜中に近所のカーシェアで車借りて、1時間ぐらいだらっとドライブすると結構楽しいんだよね。で、カーシェアってなんか1時間ぐらいだと1000円ぐらいなんだよね、車借りて。うん。うん、1000円で近所の車を借りて、30分ぐらいかけてなんか適当な駐車場の広いセブンイレブンとか行ってさ、コーヒーとか飲んで、で、また30分か、さっきは飲まないわ。コーヒー飲んで、うん、ちょっとその辺歩いたりして、で、また車乗って戻るのよ。それがね、結構いい感じの気分転換なんだよね。うんうん、で、iPhone ってさ、普通に、Bluetooth つなげるじゃん、今の車って何でも。だ、音楽聴きながら、ポッドキャスト聴きながら、1時間ドライブするっていうのは、意外とね、いい趣味だなと思って。僕よく行くのはね、あれなんですよね、吉祥寺の井の頭公園か。ほう。井の頭公園とか行って、あそこって24時間の広い駐車場あるんですよ。うん。そこに車止めて、その辺ちょっと散歩したりとか、一番近くのローソンでコーヒー買ったりとか、うん、それをやってまたね、30分かけて戻ってっていうのがね、結構楽しいんだよね、うん、んで、カーシェアだから毎回借りるスポットによってさ、置いてある車違うじゃん、うん、で、車によって操作方法も全然違うから、それも結構楽しい。なので僕も最近全然何の意味もなく運転してるのよ。へえ。夜に最近それハマっちゃってて、加藤さんはさ、うん、これすげえなと思ったのが、カーシェアってさ、別に車乗っても給油せずに返していいじゃん。うん。燃料カラッカラでも返していいわけよ、入れずに。うん。でも、例えば自分が乗った車がもし燃料少なかったら、車の中にある専用のカードで給油していいわけよ、ガソリンスタンドで。うん。で、給油するとポイントもらえるんだって。うん。30分無料乗れるポイントみたいな。それを使って加藤さんはなんかわざわざガソリンのない車を選んで乗って給油して帰ってきて得になるように、そうそうそう、でその30分浮いたポイントでまたドライブするんだって。あの人は毎晩夜な夜なガソリンのないカーシェアを探して回ってさガソリン入れて回ってんだよ、うん、何やってんだっつうね。いやでもすげえ楽しいらしいよ、はいはい、リワイテ見て、確かにタイムズカーシェアとかアプリとか見ると、車の横にガソリン残量三角とか書いてあるわけよ、うんうん、その三角の車に乗ると、乗ってガソリン入れるとあのポイントバックされるのよ、うん、そういう楽しみ方があるらしいね。なのでもう僕の最近の趣味はドライブ。なるみさんさ、うん、だからドライブをさ、うん、ドライブしながら収録するっつってたし、なんだよ、キャッチボールしたり、ドライブしたり、やる、自分でやってるわ。自分でやってんだったらさ、うん、乗せろよ、あと喋るだけじゃねえか。言ってんじゃん。じゃあ今度迎えに行くわ。そうだよ。うん、そうだ、そうしたいんだ。うん、そうだよ。ごめんごめん、忘れた。話し始めた時にさ、うん、あの僕がそういう、ちょっと、あれ、喋ったかなみたいな顔になったのは、うん、だからさ。最近やったのはね、キャッチボールとドライブってなんか言ってんじゃん。一緒にやろうってやつだわ、それ全部2個しかない。
一緒にやろうって言って、クシーさんがわざわざ、うん、あの実行するために日程調整までしてくれ て、ね、あと2人で行ってこいっつって、うん、我らドタキャンして、うん、やらなかったやつを俺はやってるね毎晩のように やれっつって。いやカーシェアいいっすよ。いいっすよじゃねえんだよ。カーシェア生活楽しいよ。どっちがいいっすか、カレコとタイムズ。僕昔タイムズだったけどやめちゃったな。どっちだろうね。まあうちの近くどっちもポートあるから、うん、で基本料かかんないプランしておけば両方入っといていいんすよ。うんうん、別に月額かかんないから。あれタイムズって全部かかるんじゃなかったですか。タイムズはねかかるプランかな基本。カレコはかんなかったかな。カレコは2つあって、あの、うん、980円で事実上ゼロだよみたいな、うん、あの払うけど980円分そうっすね、ポイントになるよみたいな、うん、僕はあの完全に払わないやつに入ってますね。うん、まあでもどっちでも同じかな。なんかカレコの方がちょっといい車あるっていう風に加藤さんは言ってたけどね。うん、その車の良し悪しが僕はちょっとよく分かんなかったから。カレコだとあれだね、なんかあのちょっとスポーツカーみたいなのとかが多かったです。うん、とかレクサスとかなんかそういう系が数多いのはカレコかな。はいはいはい、僕は週3ぐらいなんとなく車を借りて1回1500円ぐらいかな、うん、だから月に2万ぐらい使って1万ちょい使ってんのかな。うん、うん、まあまあ楽しいね。うん、車買ってまでとは思わないんですよ全然。うん、うん、だカーシェアぐらいはちょうどいいっすね。うん、あとね駐車がうまくなったね。あーそれ僕やりたい。あのねカーシェアってさ練習したい、練習したい。全部さ、うん、カーシェアって置き場所が全部狭いのよ。うん、すっごい狭いビルの駐車場とかにカーシェアの駐車場ってあるじゃん。うん、だから戻す時の駐車が超シビアなのよね。だ絶対うまくなる駐車が。それ僕やりたいかも。うん、下手なんだよな駐車。駐車ってやっぱコツがあってさ、うん、後ろ見ながら自分の車のこのお尻の部分がここに達したら必ずハンドル切るみたいなもう決まりがあるから、それをちゃんと、はいはい、まあ、YouTube 何でもいいから学んでからやると、まあ、確実うまくなる。わかんねえんだよなそれ僕。うん、だからなんかもしなんだろう、このレンタカー借りてドライブデートとかするっていう人は、うん、駐車の練習カーシェアでめちゃめちゃやっとくと心強いかもね。あーいいねそれ。うん、カーシェアね、うん、カーシェアって最近多いのが借りて 0km で返却する人たちがめちゃ多いんだよね。あーもうスペースとしてリモートワークするとか。そう、あーそれありだよね、涼しいしさ。そうそう、なんかいろんなので使われてて、うんうん、何赤ちゃんの着替えがどうしたとかさ。そうだね、その辺にある個室だもんねあれってね。うん、僕も一回なんかカーシェアの中で借りてズームミーティングしたことあるな。うん、うん、あれ便利だよね。便利、新しい使われ方として。うん、0キロ返却時 0km みたいなのが多いらしいよ。いやそれはいいね。うん、でもなんかいい使い方あんのかな、ね、ポッドキャスト収録するとかか僕らの場合は。ああそれめっちゃいいと思う。うん、誰かさ、うん、僕ら後ろで収録してるから運転してほしいね。あーなるほどね。うん、まあでもそれは運転する、どっちかが運転するからよくない。いや僕はこの喋りながら運転できんのかっていうのがめちゃめちゃ、それ前も言ってた、ね、毎回言ってるけど不安なんだよね。うん、そんな別に変わんなくない、助手席の人となんか最近どうよって やって運転するのと変わんないから。別にそんなマイク持たないから。いや僕人と車乗ったことないからさ、全然完全一人で乗ってるからな、できんのかな。あーなんかそっか、なるみさん実はそんなに車運転したことない感じ。僕は実家にいた時は実家に帰ると運転するし、なんだけどなんだろう、めちゃめちゃ運転が好きかっていうと好きでもないし、うん、うん、人と喋りながら運転できるのかってよくわかんないな。へー、やったことがないな。そっか、うん、僕むしろ一人で乗ったことがないかもしれない。まあないことはないけど。うん、ああ、そっか、カーシェアを借りて0キロで素泊まりする人もいるのか。そう、しかも深夜のパックだったら安いし、うんうん、そうだね。うん、でも安いっつってもあの4000円ぐらいかかる場合、あれそれってアパホテルでいいなってなるね。確かに。ああ、携帯の充電使うって人もいるんだ。うん。いやいや、それセブンのあれでいいじゃん。あれでいいよね。チャージスポットでいいよね。まあでも個室が、ちょっとふとさ、うん、うん。個室があって、ふぅ、ようやく一人や、みたいな。うんうん。
その辺に置いてあるさ、道端に置いてあるカーシェアの中で、うん、僕が全裸だったらどうなるんですかね。逮捕。逮捕なの？うん、いやいや、個室じゃんっていうのはなんないですか。外から見える範囲だとね。そうか。そう、例えば家の中でも窓全開にして外から見える範囲で全裸になってたら逮捕だね、うん、逮捕ですか。うん、今までありがとうございました。いやでも本当おすすめだから、夏目さんもやってみてほしいです。まあ今度やろう、うん、まあ行きますよ、迎えに。ぜひ。うん、はい。じゃあカーシェア、はい、確かに深夜にふらりと1時間行くのは、そうそう、気晴らしになっていいかもしれない。いい気晴らしだよ、ほんとこれは。うんうんうん、しかも意外とね、昔と比べてタイムズもカレコもめちゃくちゃ増えたから。うん、安いしね。うん。うん。いいんじゃないですかね。ね、ぜひぜひ興味ある方はやってみてください。はい。